江頭さん、なんか面白いことありましたか？今回はね、はい、ちょっと営業の話しようか。あ、お願いします。ああ、はい、今年の6月、はい、愛知県のね、蒲郡のボートレース場で、おー、はいはい、営業をやったんだよ。はい。そしたら次の日、うん、トースポを見たら、はい、俺が乗ってるわけよ。おー、こんな感じ。おっきくなってる。そう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 。なんかまたやらかしたんですか？大丈夫？まさかトースポが来てるとは思わないじゃん。うん、うん、ちょっと呼んでみましょうか。はい。エガちゃん、ボートレース場でも暴発と。暴発したんですか？うん、うん、ドーンっていうねところの写真を撮ってるんだけど、はいはい、これがね、江頭はステージを飛び降り、大砲を突き出した極限姿でファンと抱き合ったと。おー、極限姿で。うん、で盛り上がってる様子がここに書いてありますよ。はい。うん、でね、その後8月に福岡のボートレース場でも営業をやったんだよ。うんうんうん、でその時はね、スタッフから事前に言われてたのが、江頭さん、今日は警備は万全ですから、はあはあ、危ないやつがいたら必ず取り押さえますから、うんうん、安心してステージを行ってくださいと。で本番、寺田さんが出て、それではお呼びしましょう、江頭2時50分の登場だーって補定のスイルが流れて、はあ、俺がうわーって言って客席にダイブしたんだよ。おう、そしたら10人ぐらいいた警備員が一斉に俺を取り押さえに来るんだよ。危ないやつって俺のこと？出演者が危ないやつだった。もう頭に来てさ、ちょっとどけどけって言って、また他の客にダイブしたんだ。そしたらまた取り押さえに来るんだよ。でどけってまたダイブした、また取り押さえに来るんだよ。もう頭に来て、寺田さんもカチンと来てんだよ。江頭だ、これ江頭だからダメだよ、ダメだよ、もう言うこと聞かないの、うん、まるでラグビーだよ、うん、タイガージェットシーンだよ、うん、ジェットシーンだって守られてるよね、うん、で上がってきた時にはもうヘロヘロよ、うん、しかもね、ディレクターの方をパッと見たら、あと3分ですって書いてあるの、うん、もう時間がないわけよ、うん、で何しようかなと思って、そうだ、客上げをやろう、うん、お客さんと一緒に踊らせよう、はいはいはい、ね、でパッと見たらそこにカメラ持ってるやつがいたから、うん、そいつを上げて、そして一緒に踊らして盛り上がったのね、うん、はいはい、で帰ってネットを見たら、うん、そのことがネットのニュースになってんだよ、うん、トースポのネットのニュース。おー、そいつ実はトースポだったんだよ。トースポのカメラマンを上げちゃったってことで。そう、はいはいはい、全く知らなくて、おお、おお、そしてね、今度9月、はい、うん、JRA の札幌競馬場で営業をやったんだよ、はい、うんうんうん、でそこの難点っていうのは競馬場の中にステージがあるの。へえ、うんうん、で控室がその近くにあるんだけど、うん、そこに移動するまでに客にバレバレなんだよ。あー、なるほど、うんうんうん、俺登場ってすごい大事じゃない。大事大事。あのインパクトは大事ですよ ね、うん、だからどうしよう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 と思ったんだ。そうだ、作業員になればいいんだ。あー、でもそうかもしれない。うんうん、ねえ、うんうん、そしてバーンって脱いだらものすごく盛り上がるかもしれない。わかる。で本番前スパッツをして、で作業服をして、帽子もかぶって、うん、それで移動して作業している人たちのところに紛れ込んだんだよ。うわ、うん、ステージの真裏よ、はいはいはい、で草むしりやってたんだよ、うん、そしたら一番上のさ、おじさんがさ、おい、そっち、こっちを草むしってくれよって俺は本当の作業員だと間違ってさ言うんだよ、うん、俺しょうがないから、はいって言って草むしってたで、終わったらこっちさ、はいてねと、はい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 とか言って、そしたらそのうち寺田さんが出て、それではお呼びしましょう、江頭2時50分の登場だって言って、チャラチャ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 ン
チャラチャ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 ンってなった瞬間、うわーって言って作業服をバーンって脱いだ。そしたら客は、エガちゃんだったのーみたいな感じ、来た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 ーみたいな。でやっとステージに上がってちょっとネタをしたん。そしたらディレクターのをパッと見たら、あと3分ですって書いてあるで、あ、これはまた客上げしようと思って、うん、パッと前を見たらカメラを持ってるやつがいたから、そいつを上げて一緒に踊らせたんね、うん、そして次の日新聞を見たらこれだよ。おー、トースポに乗ってんだよ。ほんとだー。お、全然知らなかったんだよトースポって。お、あいつ俺の追っかけかっつんだよ。え、開けた人もまたトースポだったの？トースポなの。わからないで、開けた人がまた偶然にもトースポだった、ね、トースポだったんだよ。どんだけ縁があるんですか。そうだよ、しかもさ、このガマゴーリ氏ドーンっていう写真じゃない、うんうんうん、こっちもドーンっていう写真、ほんとだ、一緒なんだよ。向こうは大砲、こっちはおちんぼくって書いてあるんだよ。いろいろ名前が変わるんですね。ねえ、うん、トースポとはね、すっげえ関わりがあるな。ありますね、縁がある。縁があるよ、うん、でもね、やっぱりね、新聞の記事で一番やっぱり最近笑ったのは、うん、これですね、デイリースポーツ。はい、あったよね、去年の12月。ああ、はい、新宿のタワーレコード、はい、 PPP すると6の発売イベントの記事、はいはい、ちょっと読んでみましょうか。これすごいよ、はい、江頭2時50分本市女性記者襲う。もう完璧に事件だよこれ。事件、事件ですね。女性記者ですね。襲うだよ。襲うってなってますね。おお、うん、江頭は登場するなり、海老蔵、どっちが将来人間国宝になるか相撲で勝負だ、負けたら土下座だぞと時事ネタを叫び、エンジン全開。昨年 DVD 発売イベントでも局部を露出しながら女性記者に迫るという伝説を残したが、今年生贄にされたのは、真面目にペンとカメラを持って取材エリアにいた本市記者だった。突然の襲撃に記者はヨレヨレ状態に陥ったが、江頭のデイリー攻撃はやまず、江頭の暴走を待ち望んでいた熱狂的ファンのデイリーコールに乗せ、記者をステージに引き上げると、俺はデイリーが好きなんだ、売れるか売れないかはお前にかかってるんだと、デイリー愛を叫びながら記者を羽交い締め、あまりの暴走ぶりにスタッフがイベント中止を呼びかけるも、俺に会場を貸したのが悪い、出したら終了だと、ふざけんな、当たり前でしょ、当たり前でしょ、出したら終了でしょうが。本市のご愛以降は本当にありがたいのですが、キスはもうご勘弁ください。ご勘弁ください。そりゃそうですよ、すごかったねこれ、すごかったですよ。じゃあこいつらがまたキースキースってやるんだもん。やるけど普通やらないでしょっていうの、女性記者。 そうですよ、記者わざわざね、記事にしてくれようとして真面目に来てくれてる人、これはサービスでやらないとダメだろう。もうトラウマになってると思いますよ。そう、キスした瞬間ほんとヨレヨレになってさ、うん、取材メモそれ置いていったもん、メッセージに。放心状態になってる、放心状態だったな。なりますよ本当に。これは面白かった。事件、事件、襲うってなってる、もう事件。またちょっとイベントやろうな。やりたいですけど、江頭さんが、違う、江頭さんがいきなりそう下ろしたりとか、うん、襲ったりとかするから、なかなか貸してくれないの、そういう会場が。江頭出禁みたいな感じになってて難しいんですよ。ふざけんじゃん。じゃあそのシャッターの前でやってやるよ。いやいやいや、ダメです、訴えられちゃいますから。訴えるのは俺のパワーじゃねえかよ。パワーじゃないの、もうね、本当に気をつけて、これからはちょっと控えめに頑張っていただきたいと思います。いや、やりたいね。ね、でもイベントは確かにやりたいですよね。やりたいよ、ね、皆さんも絶対生の江頭さん見たいと思いますから。ワイドショーとかいっぱい来てたけどね、うん、全部カットにしてやるで。
放送できない。全カットにしてやるよ。カメラにクソ塗りたくてやるよ。ダメ。そういうのやめてください。ダメ。もうね、ちょっとアピールをしていきたいと思いますよね。うん、そう。